テオドロスザゴラキス。テオドロスザゴラキスは、ギリシャ出身の元サッカー選手。元、サッカーギリシャ代表。ポジションは主に守備的ミッドフィールダー。現在は、ギリシャサッカーリーグ、パッチテッサロニッキ会長。地元クラブの FC カバラで、デビュー、翌年、18歳の若さで全試合出場を果たす。1992から1993シーズン。 途中でパッチテスサロニキへのキャリアアップを果たすと、1994年のフェロー初当選でギリシャ代表に初出場。その後イングランドプレミアリーグへ渡るも定位置を確保するに至らず、帰国。エックアテネでは中盤の核として才能を発揮し、ギリシャ代表でも格くことのできない存在となっていった。国際舞台で目立った活躍を見せる機会は少なかったが、 ユーロ2004では大会初出場ながらも首相として代表を優勝に導き同大会での最優秀選手賞を受賞した。同年のバロンドールにもノミネートされ5位となる。ユーロ2004での活躍が認められた形で2004年にセリエーボローニャへ移籍。しかしわずか1年でフルスノパッチサロニカに復帰している。2006年10月。 ユーロ2008予選途中で代表を引退する意向を表明。招集を受けた同月7日に行われた、ノルウェー戦こそ、出場機会はなかったが、11日の、ボスニア・ヘルツェゴビナ戦では交代出場。試合も4から0の勝利を収め、代表通算119試合目で、代表のユニフォームを脱いでいる。2007年8月22日、特別ゲストとして、 テッサロニキで行われたスペイン代表との親善試合に先発出場し18分プレー試合後に現役生活に幕を下ろした。代表120キャップはギリシャ代表として最多記録であり、うち半数以上の67回でキャプテンを務めた。得点はわずかに3で、初ゴールには10年以上を費やしている。引退後は、 選手生活の最後に所属していたパッチテッサロニキの会長に就任。国内では絶大な支持を受ける英雄である。ありがとうございます。